皆様、本日はご対応の中ご参加いただき、誠にありがとうございます。ただいまより、武蔵精密工業デルタ子トヨタ通商合弁会社設立、調印式及び記者会見を開始いたします。それでは本日の登壇者を紹介いたします。武蔵精密工業株式会社代表取締役社長、 大塚宏信号弁会社武蔵デルタイーアクスルインディアプライベートリミテッド代表取締役社長瀬戸川健二デルタエレクトロニクスインコーポレーテッドインダストリアルオートメーションビジネスグループジェネラルマネージャーアンディ・リュウ デルタ電子株式会社代表取締役社長、賀健吾、トヨタ通商株式会社グローバル部品ロディスティックス本部 CEO、堀崎太、トヨタ通商株式会社グローバル部品ロディスティックス本部モビリティパーツ事業部部長、光武康彦。 以上の6名でございます。続きまして、本日の進行について説明いたします。まずはじめに、武蔵精密工業株式会社大塚より、今回の合弁会社設立の経緯、プロダクトについて説明し、引き続き、新合弁会社、武蔵デルタ e アクスルインディアプライベートリミテッド瀬戸川より、 信号弁会社の概要、今後の目標を説明します。その後、デルタエレクトロニクスインコーポレイテッドインダストリアルオートメーションビジネスグループ、アンディ・リュート、トヨタ通商株式会社、グローバル部品ロディスティクス本部 COO、堀崎太氏も登壇いたします。その後、調印式、フォトセッション、質疑応答の順で進めてまいります。 それでは武蔵精密工業大塚社長よろしくお願いします皆さんこんにちはただいまご紹介に預かりました武蔵精密工業の大塚でございます本日はお忙しい中ご参集いただきまして誠にありがとうございます えー、それでは早速今回の合弁事業我々が目指すところを等々についてご説明申し上げたいと思いますまず最初はビデオをご覧ください The mesmerizing fulfillment at the end of a ride. But with this freedom and enrichment came something else. The mountains of problems we can no longer overlook cast dark shadows over our skies and our hearts. So we ask nature, what can we do on our part? Carbon neutrality. Now is the time to hit the road and bring clarity back to our skies and back to our hearts. Now is the time to cast future standards out into the world. Break barriers and go on adventures. our answer in writing with the planet in our hearts without fear of being aggressive a run unparalleled drive towards the blue sky one more time go far beyond hi まあ当社は85年続く自動車部品あるいは二輪車の部品を製造販売する事業をもっとしております特徴は世界14か国に広がる製造販売のネットワークです特に二輪の事業につきましては当社の約25%でそのうち主力のこのトランスミッション二輪向けのトランスミッションでは世界シェアナンバーワンと を自負しています、まあ、特にあの二輪車コミュータと呼われる小型のバイクが普及しているタイインドネシアベトナムインド等々では高いシェアを誇っております <laughs> 我々のパートナーデルタ・エレクトロニクスさんは台湾の台北市に本社を置く世界的な電子機器メーカーでございます同じく豊津さんにつきましては、まあ、ご承知の方も多いと思いますが まあ名古屋に本社を置くグローバルな商社でございます <laughs> 我々三社の強みそれぞれございますがこれらを合わせて次の時代のこの二輪の EV の普及に貢献してまいりたいと思います <laughs> 自動車業界は100年に一度の大変革期と言われていますこのような環境の中 当社武蔵は2年前に新しいパーポスを設定しております私たちはテクノロジーへの情熱とイノベーションを生み出す知恵を合わせて人と環境が調和した豊かな地球社会に実現に貢献してまいりますこのパーポスに基づいてこの e モビリティの普及できれいな青空を実現したいというビジョンも掲げています さて、今回の主要市場インドのについて少しご説明をしたいと思います今世界の二輪車市場は約6000万台と言われていますがインドはその中でも1500万台を超える今年で2000万台いくかもしれませんが、まあ、最大市場であります特にこのコミューターと言われる小型のオートバイスクーターは完全に庶民の足となっておりまして、まあ、写真にもありますけれども1家族がみんな1つのオートバイに乗るような ファミリーカー的存在でもございます。え <laughs>、このインドの巨大なインドの二輪市場で、今後 ev 化が急速に進んでいくと思われます。え、インド数年前インド政府が掲げた二輪車の ev 化目標え、大変大胆な目標でありまして、2030年には80%のオートバイを二輪車を ev 化するという目標を掲げています。 えー、それに対して二十二年の実績は約四パーセント、まあこれでも倍倍以上に増えてるんですが、八十パーセント届くかどうかは別にして、今後政府の後押しもあって急速な E.V 化が進むことと予想をされています。その中身を少し見てみると、まあ現在の <laughs> インド市場のその、えー、オートバイスクーターの市場はだいたい コミューターと言われるこの 100cc から 125cc のバイクが主力であります。もう一つ、このタイプ別のシェアですね。インドでは大体大きく2種類の EV の駆動の種類がございます。一つはこのセンターモータータイプ、もう一つはインホイールタイプ、それぞれメリット、デメリットがございますが、まあ、センターモータータイプは個別設計で、 まあ、来年並み要するに 125cc 以上の高い排気量にも対応できる速度とパワーがあるのに対して、まあ、ベルトあるいはチェーンで駆動するために大きなノイズが出ていたり伝達効率のロススペースの効率の悪化ととのデメリットがありますインホイール,ルを使った EV バイクは最も世界で普及してますしインドでも最も普及しているんですがこのメリットは、まあ、低コストで。 そして大変簡単にですね、まあ搭載できるというメリットがあります。デメリットの方はこのタイヤ系にスペースが限定されるために大きなモーターが詰めないと、結果まあ動力性能が劣るものになっています、はい。まだまだ課題が多いと。まあそうした市場に、えー、我々三社合弁会社は、まあ、新しいタイプの電動駆動ユニットを搭載を目指しています。 サイドモーターレイアウトといい後輪の横側からユニットを取り付けることによってスペースの問題や直接固定することによっての静粛性等々大変大きなメリットがございます先ほど申し上げたようにこのターゲットは最大のボリュームゾーンである 125cc 相当以上の動力性能を備えたものとなります プロダクトの強みを少しもう少し説明いたしますと、まあ、最高時速は70キロから80キロぐらい、まあ、十分な最高速度を確保しつつ 125cc クラスのガソリン車を上回る投板能力を兼ね備えたアイユニットでございますまた我々のパッケージングデザイン力開発力によってモーターとドライブユニットの一体化これによって軽量小型化を実現をしています 特に EV では大変問題になる音の問題ですがエンジンがないためにギアの噛アイオンその他の音が大変目立つんですがそうしたこともギアの専門メーカーである当社の H を使って、まあ、音が大変静寂な静粛性の高いユニットとなっています。またデルタ電子さんのこの高効率の モーターを採用するし、当社が得意な減速機構を組み合わせることによって、えー、大変高効率なユニットとなっております。これによって、まあ航続距離が伸びていく、まあそういった特徴も兼ね備えています。え、すでに、えー、お客様も一部決まっておりまして、一番最初にはこのインドのスタートアップ。 BNC といいう会社への搭載が決ままっていますで最初のプロダクトは来年2月に市場に出していく予定でございますそれと同時並行で、まあ、他国への展開も進めておりまして一番上にあるアークライドこれは我々のパートナー出資先でもありますがアークライドにつきましては商品が用意でき次第ケニアの市場に投入することが決まっています えその他我々のタイのパートナーであるストローム、ベトナムのパートナーである EVGo 等等、主にまあスタートアップの要請に応えて我々の新しい駆動ユニットを提供してまいりたいと思います。え私からの説明は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。 大塚社長ありがとうございました。それでは続きましてメサシデルタイーエクセルインディアプライベートリミテッド瀬戸川社長よろしくお願いします。ご紹介に預かりました瀬戸川です。あの今回 JB の運営を任されることになりましたのでよろしくお願いいたします。あの JB のですね簡単な概要につきましてご説明させていただきます。 えー、名称がですねまず、武蔵デルタ e x ク i ルインディアプライベート i リミテッドということで、われわれが何をしたいのかというのを明確に示した名前だと思っておりますで出資比率でありますが、えー、私ども武蔵がですね51%、デルタさんが34%、豊通さんが15%という形で、 それぞれですね社長の方からの説明でありましたようにあのあ武蔵はギアボックスとユニットの全体の生産でデルタさんにはですねモーター及びその他、電子部品でのサポートトヨタ通商さんにはですね新マーケットの開拓だとか、まあ、EV のですねサプライチェーンはまだ確立しておりませんのでト豊田さんの力を発揮してですね サプライチェーンの構築をしていただきたいと、まあ、それぞれ、えー、持っていない力を合わせてですねあの新天地インドでやっていこうというふうに思っておりますで生産の場所ですがあのインドのインドにあります武蔵の生産拠点の中の、えーまあ、ニューデリーとですねあのバンガロールにあるんですがバンガロールの既存の工場の中に、えー、ステータローターモーターアッシーそれとユニット とアッシーのラインを引いて、えー、今年の末来年の初めからあ生産を開始することを目指しておりますでロケーションなんですがあの、まあ、インドをあのご存じない方もあると思うんですが、まあ、バンガロールというのは、えーまあ、南の方の IT に集積、うん、IT の中心にですね、えー、非常に今あ注目を浴びているマーケットですが デルタさんもです、ね、そこから車で2時間ぐらいのところにクリシナギリ工場というのがありましてそこからです、ね、我々の工場の方にモーターのパーツだとか PCU 関連だとかでそういうのをサプライしていただいてここで生産を行っていくという形を考えておりますで、まあ、目標なんですがあの当面です、ね、1レ一ンを引きますが えーまあ、順調にいけばあの、2ライン目、3ライン目、どんどん入れていって、ですね2030年にはですね、えーまあ、100万台程度の販売を目指していきたいというふうに考えております、えー。簡単ではありますが、新会社の概要ということで説明させていただきままししたたどうううもあありりががととごござざいい瀬戸川社長ありがとうございました。 続いて、デルタエレクトロニクスインコーポレーテッド・インダストリアル・オートメーション・ビジネス・グループ・アンディ・ジェネラル・マネージャー。よろしくお願いします。 And I am honored to be here together with our valuable partners Musashi and Tota Tushu today. 皆さんこんにちは私はデルタエレクトロニクスのインダストリアルオートメーション事業本部のアンディ・リュウと申します、えー、この記者会見にお越しいただいた皆様に感謝申し上げますとともに本日は私たちの貴重なパートナーでございます武蔵様またトヨタ通商様とともにこの場に集うことができまして大変光栄に存じますおお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  That integrates the high efficiency power electronics technology with domain knowledge and the know-how that we have cultivated for years. In particular, electrification in this vehicle sector is our focus. 当社デルタエレクトロニクスは長年にわたりまして高効率パワーエレクトロニクスの技術とこれまで培ってきました専門知識ノウハウを融合したソリューションの提供に取り組んでまいりましたまた特に運送運輸機械ですねにつきましては当社の注力市場の一つとなってございます vehicles currently account for 23% Of the worldwide CO2 emissions. Electrification in this industry will highly contribute to a sustainable future, and this is part of our corporate mission from the very beginning. 特に運輸機械は世界の CO2 排出量の23%を占めていると言われておりましてその電動化は温室効果ガスの削減に寄与するとともに当社の持続可能な未来をつくるという創業以来の使命とハーモナイズ・呼応しているものでございます Today I am very excited to be part of this joint venture with Musashi and Tota Zushu through this corporation エージパートナーズを bring in its unique strengths to develop and provide high performance EV power trains and will contribute to a better tomorrow.Here's let's wish you a great success of this new business 改めまして本日武蔵様と豊田頭町様との合弁会社設立を発表できることを大変うれしく思ってございます。今回の協業によりまして3社がそれぞれ強みを持ち寄りまして 高性能 EV パワートレインの開発提供を行ってまいります私たちの製品を通じて EV 二輪車のさらなる普及に向けてまたより良い明日の創造に貢献してまいりたいと思っております <Thank you. S 1> ご清聴ありがとうございますアンディジェネラルマネージャーありがとうございました続いては トヨタ通商株式会社グローバル部品ロジスティクス本部堀崎 COO よろしくお願いしますトヨタ通商グローバル部品ロジスティクス本部 COO 堀崎でございますトヨタ通商グループは人社会地球 との共,共存共栄を図り豊かな社会づくりに貢献する価値創造企業を目指すという企業理念のもと未来の子どもたちへ豊かな地球環境を届けるというメッセージを届けカーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーの実現に向けた未来志向の事業創造に取り組んでおります。 取り巻く事業環境の大きな変化の中でも従来の延長線上を超えた新たな分野へのチャレンジを推し進めることで当社がグローバルビジョンとして掲げるビ i s a l i g h t o n e すなわち唯一無二お客様にとってかけがえのない存在となりトヨタ通商ならではのビジネスを作り上げることでサス,テナビサステナブルな成長を通じた 社会ステークスホルダーへの貢献という責任を果たしてまいりますさてこの度世界最大の二輪市場でありますインドにおきまして武蔵精密工業様デルタエレクトロニクス様とともに EV 二輪コア部品である E アクスル製造事業にチャレンジすることとなりましたこの新たな取り組みは当社の 中期経営計画で掲げる7つの重要分野の中で主にネクストモビリティにひも付く事業となりますがバッテリー事業や再生エネルギーエネルギーマネジメントアフリカ循環型静脈事業にひも付いた今後期待ができる事業ということで考えてございます。当社のグローーバルネットワークと えー、基盤事業、モビリティ分野で培った専門性を掛け合わせたシナジー効果を果たしまして、ビーザライトワンへ、えー、の実現に加速をしてまいりたいと考えます。以上、ご挨拶をさせていただきます。堀崎 CEO、ありがとうございました。 それでは合弁会社設立書類への調印式を行います。代表の皆様は所定の箇所へサインをお願いします。 書類へのサインが完了いたたししましたそれでは各社代表の皆様、契約書をお持ちいただいてお気に入りください。どうぞ記者の皆様、ご遠慮なく前の方来ていただいて結構です。契約書をご披露ください。お写真をお撮りくださいませ。ありがとうございました。それではそのままあちらの モデルのバイクと EV 駆動ユニットとのフォトセッションを行います登壇者の皆様ご移動ください記者の皆様もどうぞ前の方お越しくださいよろしければ記者の皆様も目線のご案内をお願いいたします よろしければこの後少しポーズを変えての写真も撮りますのでよろしいでしょうか記者の皆様引き続きぜひ撮影してくださいではご案内してよろしいでしょうか大塚社長に手を重ねるように、はい、エンジンを組むようなイメージでお願いしますこれをもちまして武蔵精密工業デルタタ電子トヨタ通商 合弁会社設立、調印式及び記者会見を終了いたします。受付にて名刺を外していただき、ネームプレートをお返しください。本日はお忙しい中、長時間にわたり、調印式記者会見にご参加いただき、誠にありがとうございました。